はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは、 NGA ボーイズのショーです。さてね、いよいよ今週でございますよ。東方無双華経の第4話、まあ具体的にはこう DVD があるか発送される日が一応24日となってるわけで、まあ実質公開と言ってもいい日なんですけどもいよいよね来ましたよ。もう今撮影してる日が、10月の19日あと5日でございます。この今週を頑張れば、僕の第2回目のコロナワクチンとともに、無双華経の4話がいよいよ発送されると。いやー待ちに待ちました。ちょっと早めに本題に行こうかなと思いましてね。今回まあもうこの1週間まで来たというわけで、こう今一度、この無双華経というオリジナルこのアニメーションを一度も一回1話から振り返ってみて、まあそしてこう僕最近ですね、まあメルカリとかヤフオクとかいろいろね、こうショッピングのサイトとかで出回って、こういったものをね、買いました。はい、こちらですね。まあこちらはまあ、いわゆる設定画ですね。設定資料本の、原画とかアフレコ画とかそういった制作に関わるものがずらーって書かれた、まあ、いわゆる貴重なね本をいくつか購入しました。おそらくさっき見せたやつで全種類だと思うんですけど、まあ、また何かねあるんだったらまあね後々買ってみようかっていうものなんですが、まずは無双華経のこれまでのあらすじ振り返り、1話から3話のざっくりとした振り返り、そして、2つ目はこの設定資料本を見て気づいたことっていうか、まあ面白いなと思った点、そして、まあ、3つ目は4話の予想とこの無双華経4話での、まあ、この全体的結果的な犯人像をまあいくつか話していこうかっていう感じですね。さあまず、1個目、まあこれまでの無双華経っていうわけでして、1話が2008年ですね。もうすごいっすね、13年前。東宝キネマ館は10年だっけ、なんかでも大体同じ時期だと思うんですけど、まあとにかく13年前にコミックマーケット75で、まあ、DVD が出たわけですね。でそこから始まりまして、まあ、1話のねざっくりとしたあらすじは、この幻想郷内、この無双華経内での幻想郷の夏は毎回こう大規模な宴会が行われていると。でこの日もまあ宴会があるというわけで、レームそしてスイカがその白麗神社で準備を進めていました。ある程度ねその2人が準備を進めた後、スイカにねちょっとお酒とか買い物を行かせて、まあある程度終わったかなってなって、レームがそのふと横を見るとすると、賽銭箱がないと、なんでだーってなって、アヤ、マリサを一緒にその賽銭箱を盗んだ犯人をまあとっちめようっていうわけで、高魔館にまあ手始めに行きます。でどんな根拠か知らないけど、まあパチュリーが標的にされてしまって、でパチュリーにまあ喧嘩を売ってしまった、まあ、結果的に喧嘩を売っちゃったんですね。まあ戦います。図書館でバジバジにやりやっていたら、レメディアに止めに入られた。話は聞いたわ、綾の新聞で聞いたけど、あなたの神社の賽銭箱盗まれたらしいわねみたいなこと言って、実はね私たちのところもいろいろこう大変なことがあったのよ。それは茶葉と食料が盗まれちゃってるのよ。ああそんなことがあったのかってなって、しかも茶葉と食料が盗まれたのはおよそ昨日の夜、偶然なことにその白麗神社の賽銭箱もその昨日の夜、まあ、全く同じ時間に盗まれた。でまあその1話の最後はレームが「これは異変だ!」って言って、
終わります。まあなんだろう、起承転結のうちで言うと、まあ起ですよね。まあここからなんか具体的ないろいろ動くんだなっていうのがまあ分かる感じなんですけど、で2位はですね、レームとパチュリーがまあ図書館でバチバチにやり合ったもんだから、ちょっと図書館が覆われてしまった。図書館をアヤとマリサが片付けていました。マリサがふとある本を見つけます。そのマリサが手に取った本をパチュリーが見て、それってなって、んこれって言って、まあ、パチュリーが貸してくれって、これは間違いない、私がなくしていた本で、実は言い忘れたんですけど、1話の時点でパチェリーその本なくしてたんですね。その食料と、茶葉と一緒にこの本のことも言ってたんですけど、まあ、この本がマリさんの手によって見つかった。でもおかしい、図書館のことを知り尽くしている私がこの本を見つけられていないなんておかしすぎるってなって、ちょっとマリさんを、観測室みたいなところに連れて行ってちょっと話すわけですね。ちょっとこの今起きてるこのおかしなこと、この幻想郷で起きてる変なこととか、まあそうやってマリサとパチリが話していると、まあ、後ろで物音がする、マリサが見る、扉が開いてる、誰かいるのかって言ってもいない、なんだ気のせいかで足元を見る上海人形が転がっている、これはあいつのって言ってその人形を持って、まあ、ほうきまたがり飛んでいく。まあね、そしてそのマリササイド、まあ、言ったコーマカンサイドから打って変わって永遠帝サイドかな、まあ、でここはストーリーに直接あんま関係しないんですけど、まあスイカのことですね。まあ、2話の冒頭でまあヨウムがスイカを取りに行くっていうね、そういう話の流れがあったんですよ、白玉楼のサイドでね。でまあほんとざっくりはしょって話すと、そのスイカをめぐって永遠帝サイドの、稲葉うどん家ヨウムがスイカをめぐってバチバチに戦います。これが2話のざっくりとしたあらすじですね。で、そして 2.5 話はもう初っ端、そのうどん家とヨウムがスイカをめぐってバチバチにね戦うんですよ。もうここのね作画はもうまあ、全体的に作画いいですけど、このね戦いの作画もめちゃくちゃいいです、この無双華経で。そのバチバチに戦って結果的にヨウムが勝利します。もうこんなバチバチにやったもんだから、そのもともとうどん家が持ってたスイカがどっかピューンって飛んでっちゃうんですね、その戦ってる中で。でね、その後勝ったヨウムがそのスイカを探しに行きます。あーあかんかんかんって、でやっと見つけたって思ったら、なんとゆゆうこが、綺麗に割って食べてましたなんでいるんすかゆゆうこ様ってなったら、そのスイカ取りに行くって言ってからずっとあの後ろからつけていたと心配になっちゃったから、でその戦っていた場面も遠くから見て応援していたよってなって、まあ、するとヨウムがちょっと自分のこう不甲斐なさ情けなさに、まあ、泣いてしまう。でそれをなだめるゆゆうこ、まあいいその上司と部下の関係みたいなのが書かれて、まあいいなって思いつつ、まあねここがちょっと次が、マリサがねやってくるんですよ。そしたらねなんか慌ててる感じでね、まあ人探ししてるわけだから、まあ、アリスを探してるわけですね。するとユウコがなんだっけ、そのセリフちょっとこう飛んでるんですけど、なんかユウコがふとなんか思い出すわけですね。フラッシュバックじゃないけど、でそのユウコの回想の中にはそのユウコの隣を走っていくアリスの姿が見えるんですよ。でその回想が解けたら目がさちょっとここ怖いんですけど、ふわーってなんか目が怪しげに開いて影も入って、急いで あの子を探しているんだったら急いだ方がいいわよって言って、そのアリスが走っていた方向をバッて見さす。まあここちょっと怖いシーン、個人的に怖いなと思ったシーンなんですけど、それ聞いたマリサがありがとうって言って走っていく。でまあそんな感じかな。なんかで最後、いや 2.5 話の最後にマリサがその白霊神社の参道の前についておしまいかなっていう、まあ、2.5 話こんな感じかな。で3話もう現時点で最新話の3話、サブタイトルがね、ほころびのデジャブというわけで、
まあ、まずね、始まりが、白麗神社から始まり、夜のね、まあ、時間軸で言うとおそらく1話の前か直前の時の感じで、綾がね、その白麗神社落としたカメラを探して見つけました。やっとね、やった見つけたってなったら、その参道から誰かが歩いてくる 音が聞こえる。綾は隠れる、その鳥かなんかの草陰に隠れてちょっと待ち伏せするんですよ。待ち伏せじゃないけど、ちょっと隠れるんですね。で、その人か、その参道から上がってきたところのその誰かを綾がババ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 って取って変わるかな。あの、その次のサイドが、まあ、アリス、マリササイド。まあ、アリスがマリサの家にやってきます。で、まあ、今回の、その何、宴会の関係でね、ほんとざっくり言っちゃうと、この3話は結構、デジャブ、ほころびのデジャブっていう、そのデジャブの名の通りに、こう、なんだろうね、なんか、いや、繰り返されたりして、なんかループみたいなのが書かれてるんですよね。例えば、さっき言った、アリスとマリサのシーンとかも、それを匂わせる部分があって、そして、コーマカンサイドでいくつか、そのループを匂わせる部分がある。そして、それだけか。まあ、この部分でなんかそういう匂わせがあるんですよね。で、そういうループ云々がありつつ、その3話の最後、2.5 話の最後でマリサが、その参道、神社の参道の前にやってくるんですよ。で、まあ、おかしいわけですね。だって、あの、賽銭とかない、なくした云々で宴会が中止になったって1話で、あの、言われてるんですよ。で、まあ、マリサが、おかしいぞ、だって、今回の宴会って中止じゃねえのかって、なのに、その白麗神社の参道の上が明るいぞって、光でって。マリサがその参道を登るんですね。一番上まで。で、すると、もう、おかしい光景が広がってるわけですね。いつもの白麗神社じゃない、なんかとんでもない光景が広がってるわけですね。で、マリサがそれに見て圧倒されてると、後ろから、レームがやってきて、これどういうことだよって言って、なんかね、ま、レームは何か冷静なんですね。で、まあ、今回のお使いのお釣りはいくらかしらねみたいな意味深発言をしながら終わります。まあ、でもざっくりと話すならもうこんな感じです。これ詳しく語ろうとするともう5時間は余裕で語れちゃいます。まあ、ざっくりあらすじはこんな感じですかね。そして、まあ、次なんですけど、まあ、この設定資料本とかアフレコ云々のこの本たちで僕がこう気づかされたこと、まあ、いくつか喋れたらいいなって思うんですけども、いやー、すごいんですよね、これね。しっかり細かい設定まで書かれていて、キャラクターのね、あのアニメであるあるのなんか原画みたいのが、こうセリフが、このキャラクターはこういうよみたいなね、それがいろいろ書くね、書かれてる、まあ、貴重な資料もあって、で、これね、あの、これ、あの、これですね、特典画集、これ1話のね、初回限定ボックスの特典なんですけど、これにね、フランが書かれてるんですね。1話では未登場のフランドールの食器庫っていうものがあって、まあ、これも面白いんですよね。で、まあ、この1話から3話までのこの設定画集を見て、まあ、こう面白いなっていう情報が載ってるのが、まあ、僕的にはね、この3話ですね、この3話が、まあ、一番ね、面白い情報がね、たくさん載ってるんじゃないかなって思って、これがね、面白くて詰め込まれてますね、何から何まで。この一部分の
シーンの一個一個にこの説明みたいのが書かれてて、まずこのアリスとマリサのサイド、そのアリスがマリサの家にやってきてこういろいろくっちゃべるシーンがあるんですけど、まあ、3話の DVD のパッケージにもなってる、なんかこう大量の新聞がこうバーって積み重なってるシーンがあって、うん、やっぱりねこの随所にループとかこう繰り返された世界みたいな、それを匂わせる絵があるんですよね。まあこれ言っちゃうんですけどねこの大量の新聞から無双華僑のループに費やされた時間を感じるじゃろう。まあ要はこの大量の新聞を、まあこれでこれはね、たくさんこの新聞の数だけ、時間が繰り返されているんだよっていう、なんだろう、メッセージ比喩じゃないけど、なんかそういうメッセージだよね。そういうことですよね。やっぱ随所にねあるんですね。あと大量の人形がこうたくさん置かれてるシーンも、まあそういうことなんじゃないかっていうね。であとなんだっけ、あこれね、これもちょっとねあるシーン、これもね同じシーンなんですけど、以前すでにアリスとマリサは夏の大宴会に行っている記憶って、ああ曖昧よね。やっぱり繰り返された時間っていうのがある感じだよね。で高魔館サイドだったら茶葉のこととか、そのパチェリーが独自でやってるこの観測っていうやつもね、なんかそう感じさせたり、あとなぜか何者かに、まあ、昨夜がこうやられてるみたいなシーンもね。まあ僕がね一番びっくりしたのがこれですね。これはもう3話の最後です。そのマリサが白霊神社の参道を登り詰めて、その、マリサが見た普段の白霊神社とは思えないもう凄まじい光景で、これがですね、幻の宴会会場って書いてあるんですよ。何それってなるじゃないですか。何幻の宴会って。でこのね文が俺はもうびっくりしまして、言いますね。これの絵があって、その説明的な解説部分で、一本から複数に無限に分かれる道と鳥居が今までのループや平行世界を彷彿とさせますっていうことが書かれてるんですよね。でこれ見て俺はもう度肝を抜かれた勢いでしたね。そういう意図だったのかっていう。だからねこれ、いやどんだけ繰り返されてんねんっていうね。はーって、なんか納得しちゃったね。だからあの最初に言ったあの新聞の下り、あの新聞の数だけこう繰り返されてんだよっていうことも言った通り、この鳥居とこのね枝分かれしてる線の分だけ繰り返されてきたんだ、この幻想無双華経の中の幻想郷ってのはって、はあはあはあって、いやもう彷彿とさせるって、あのこれがさ、全く知らない誰かさんがそういう風に書かれてんだったら、ああそういう考えもあるんだなってなるけど、だって言うたらこれ本人ですからね、制作された本人たちが書いてるようなもんだから、もうあそういうものなんだってしかね、考察も云々もないじゃないですか。あそういうことなんだなってもうこれびっくりしましたねそうね、びっくりしちゃった。まあこれ、まあ、これかな、一番面白い気づきはこれですかね、正直なところね。まあでもね他の本もしっかりこう原画とかね、まあ一部だけどセリフのアフレコのことも書かれてるんで、まあ買っておいては損はないと思います絶対に。
で、まあここからですね、まあまず4話のどんな感じに物語がこう終わるのかっていう、まあなんとなくの考察ですね。なんかね、無双化鏡ってなんかこうバチバチにアクションするっていう感じがないんですよね。まあ1話のパチュリーと、レイムの戦いとか、ヨウムとウドンゲの戦いのようにアクションシーンは多々あるんですけど、まあ4話でこうバチバチの戦いっていうのは描かれないんじゃないかなっていう予想ですよね。まあわかんないよね。その4話の中でこういろいろかこうなんか回想っていうか、その中ではいろいろあるかもしれないんだけども、まあなんかバトルってないんじゃないかなって思いますね。意外とふんわりとしてちょっとホラーチックなね感じに描かれつつもアクションはなく終わるんじゃないかっていう。で今ね YouTube 上で、4話のデモミュージッククリップみたいなの上がってるんで1本ね、まあ、それ見た感じだとなんかアクションシーンはないんじゃないかっていう感じに見受けられますね。意外と最後もふんわりとなんかゆるい感じでね終わっていくんじゃないかっていうね感じはなんとなくしました。でまあここからですね、その4話、まあ、この無双化鏡の中で起きた事件の犯人をちょっと予想してみたいなと思います。まあでもなんかね、なんとなくね見てる人は大方感づいてる人もいると思うんですけど、まあ僕が犯人じゃないかっていうやつを挙げるとしたら、一番に来るのがまあ伊吹スイカなんじゃないかっていう予想ですね。まあ伊吹スイカをざっくり言いますと、まあ東宝プロジェクトのまあキャラクターの一人でございますね。で、初登場が東宝水無双っていう、まあシューティングゲームのものじゃないんですけど、こうストリートファイターみたいなこうアクション、バチバチのアクション系で出てきたキャラクターでございますね。で、小さな百鬼夜行っていうその肩書きみたいのがありまして、まあ鬼なんですよね。で、彼女の能力というのが質量と分密度と質量をなんか操る程度の能力みたいな感じでして、もうざっくり言うと巨大化してウルトラマンみたいに巨大化できて、さらには本当にこうなんだろう、小さくなって、しかもそれを複数にバババババって増やすこともできる。でもっと言えば霧状に細かくできるっていう、そういう能力が彼女でございまして、まあなんで彼女が犯人になってるのかって思います。まあ僕なりの考えなんですけど、まあでも東宝プロジェクトに精通している人はまあお分かりだと思うんですけど、東宝水無双でのスイカはいわゆるその犯人なんですよ。その東宝水無双内での事件のもう犯人が伊吹スイカなんですね。でこの東宝水無双の、ざっくりとしたお話で言うと、なんか宴会が関わってくるんですよ。なんかなぜかみんな宴会をずっとやってるみたいな、なぜかわかんないけど、でその原因を突き止めた結果、伊吹スイカに伊吹スイカじゃねえかってなって、なんでそんなことしてるんだって聞いたら、なんか宴会をずっと やりたいからみたいなことが原因で、自分の力を使って宴会をもう行わせていたと。だそういうことなんですよ。もうこれ聞いただけでちょっとおってなったんじゃないか。この、無双化鏡も宴会がもう キーワードみたいなもんじゃないですか。でだからまあ本当安易な考えかもしれませんけど、この宴会をまあ1話でね中心になったって言ったけど、まあそこはいいのかな、分かんないけど、まあ宴会をずっとなんかやりたいがために
まあ、わけあってね、そのスイカが、まあ、自分の能力を用いて、まあその再生やら食料、まあどうかな、盗むできるか分かんないけど、でもスイカは関わってくると思うんですよね。そうだって宴会がて、スイカはその宴会が中止になるのが悲しんで、東方水無双では自分の能力を用いて、まあ、行わせていたわけですからね。そのなんか人にどういうふうにやったか分かんないけど、そういうねことをやってたわけですから、まあだけど途中で思ったのが、まあ、いぶきスイカ一人じゃできないんじゃないかっていうことを考えたわけですよ。そこで思ったのが、このいぶきスイカに協力した者がいたんじゃないかっていう考えですね。うん、さすがに一人じゃそんな大規模なことはできないんじゃないかっていう。だってね、3話ではもう何回も言ってるんですけど、デジャブとかループとか繰り返された時間とか世界観があるわけですから、この時間関係ではいぶきスイカは何もできないわけですよ。で、僕が思ったのは、一人目の協力者、カリ、ヤグモユカリですね。ヤグモユカリっていうのは、まあ、東方ヨーヨー部で登場した、まあ、本当にちょっと、強力な妖怪ですね。で、まあ、彼女の能力は、隙間を操る程度の能力。で、これ、なんでユカリなのかっていうと、ユカリは、おそらく時間を、時間というその隙間っていうか、それをいじくったんじゃねえかっていうことですね。もうゆかりの能力っていうのは概念をいじくれるまでの能力なんですよ。なんでその時間の概念っていうものをなんかいじくって、なんていうかな、自分に不都合なものは消して、逆に、自分たちにとって都合がいいものはそのままにしておくとか、そういうことでなんかいじくったりしたから、なんかやたらこう時間がやり直された感があったりとか、そうループが描かれてるんじゃないかっていう思ったのが、まあ、ゆかりがなんかこう犯人になんか協力しているっていう僕の中の考えですね。ゆかりってこの無双火鏡内では一切劇中では姿を見せていないんですよ。オープニングでは、2話とか3話だったかな、後ろ姿だけがチラッて映ってますよ。で、だけどもナレーションとしては出てきてるんですよ。ずっと1話から3話までナレーションだけで、そのアニメの本編が始まる前にちょっとナレーションみたいなのが吹き込まれてるんですけど、例えば幻想郷の歴史とか、異変とはこういうものだよとか、そういうことを言ってるシーンはあるんですよ、ちゃんと。だけど矢雲ゆかりとしての姿は一回も出てきてない。あとね、あるサイトでね、この考察してるサイトを見つけまして、まあそれを見たんですけど、まあそうか通常考えたらそうかってなったのが、ヤグモユカリが再戦とか、食料を盗んだんじゃないのかっていう、まあ確かにヤグモユカリって隙間を操る程度の能力ってあるけど、もう移動時とか隙間をブワーってなんか開いて、そこからニュって出てきたりするんですよ。要は昨夜高魔館ではその物が盗まれた時に一回も足音も聞こえなかったし、ましてやそんな一瞬で大量の量を足音を立てずに持っていくなんて無理でしょってなってる。まあだからヤクモユカリの隙間ビヨーンって出てくるこの隙間を経由して、ここでよいしょよっこいしょってなんかやったら、確かに足音を立てずに持っていけるよな。まあ、ヤクモユカリの能力で考えたらそうなるのかとは思ったんだけど、ゆかりか、でも役割をなんかこう分けてやってたら、まあでもそうなるのかっていう
感じっすね。うん。だからヤクモゆかりはその担当が分けられていたとしたら時間と物の調達的な感じなのかなって思ったな。でもう一人僕はその協力者がいると思うんですよ。それがゆゆこ。まあね、このゆゆこに関しては怪しい部分が多い。それがまず2話、2話の最初はあの白玉楼のシーンから始まるんですよ。で、まあ、2話のところではね、そのスイカを取りに行くって言ったヨウムとか言ったんですけど、まあそのヨウムがスイカを取りに行くってちょっと怒った顔で言ったら、なんか意味深げなシーンが始まりまして、まず、まあ、ゆうこが一人でねいるシーンがポーンってあって、なんかこう遠くから撮ってるようなタッチで、なんかね俯瞰で撮ってるシーンがあったりして、でそんなシーンが続いたらゆうこの顔がアップされて、なんだっけな、そうね、今はまだ動く時じゃないもんねみたいな意味深げなシーン、意味深げな発言をして、最後にゆかりっていう言ってるんすよ。意味深すぎていませんか。で、2.5 話の言ったんですけど、マリサがやってきて慌ててる様子で、ま、でその回想シーンがあったですか、ゆうこの 隣をアリサがブワンって通り過ぎるシーンからの、あの子を探してるんだったら急いだ方がいいわよっていう、こうやってシーン、もうこれも十分に怪しいんですよ。だ目がさ、目だけ映し出されて、しかも影が入って、なんか怪しいちょっと怖い感じで描かれてて、かつ、その後ねまだなんか喋ってるんですよ。これ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 、そう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 。でまあ別れた後、マリサと優子がうっすらと目を、ま、向ける、開ける、そう今日は急いだ方がいいかもしれないわねっていう言葉言ってるの、何を急ぐんだって。まあ宴会のことなのかな、流れで言うとね、急いだ方がいいよねって。で優子がどんな役割を担ってるのか正直わかりません。ちょっとわからん。優子の能力っていうのがその死を操る程度の能力っていう、これもまた怖い能力なんですけど、だからこれを用いて何をしてるのかなっていう、死を操る、その死なせた亡霊とか死んだ亡霊を操ったりできるらしいんですよ。だからなんか思っちゃったのは、その幻の宴会所って言われてるところにその亡霊云々を、その幻の宴会所っていうのをその優子が操ってる亡霊が作らせたっていう、なんかなこれしかちょっと思い浮かばないかな。うん、もしくはで、あとはね、まあ思ったのは、まあ優子って何かと大食いキャラで書かれるじゃないですか。まあこの無双家兄弟でも、宴会のものを食べちゃったみたいな言われてたり、さらにはお菓子を見て食べようってなったりとか、でスイカをバクバク食べてるシーンもあった通り、何かとね大食いキャラとして描かれてる点が多くて、もしかしたらね、いぶきスイカゆかりゆうこ、まあ、いぶきスイカゆうこっていう感じに集まったけど、まあ、いぶきスイカの作戦とかに協力するぞってなって、逆かもしれないけどね、ゆかりの作戦にイスイカが協力するぞってなってくんだけど、じゃあなんか人数足りねえな、もう一人欲しいなってなった時にゆうこに声かけて、でゆうこが最初はちょっとどうしようかなってなるんだけど、いや宴会でさ食べ物とかバクバク食えるからさ、食わしてやるから協力してくれってなって、あ食べれるんだ、じゃあ協力するってなって手を貸したかもしれませんよね。
っていう感じで、これはいぶきスイカの、いぶきスイカ、まあ僕の中ではじゃあいぶきスイカがこうやりたい、こういうことするぞって言って、宴会をなんかずっと続けるぞかなんか分からんけど、そういうことで、その2人が手を貸してよって、これは3人によって行われた事件だったのかなっていう可能性。まあ僕の考察では、まあ、いぶきスイカがこの無双火器用での犯人なんじゃないかっていうところでございますね。いやどうなんだろうね。いろんなサイトとか見たりしてるんですけどね。まず1話でね、社名丸あやが、犯人は意外と身近にいるかもしれませんよっていうセリフを言ってて、まあ霊夢にとって身近な人物ってなんかたくさんいる気がするんですけど、コウマ館の面々でマリサ、まあ一人一人絞っていくんだったらありえない人物が多いんですけど、まあ、まずマリサはありえん。で、アヤだってまあなんかなんとなくだけどありえないですし、で、サクヤ、時間関係で言ったらサクヤ確かに時間を止めるっていうチート能力だけど、そんな幻想郷内全体を揺るがすほど の力はないんじゃないかっていう。まあなんか操られていたとかなんか可能性もあるかもしれないけど、まあないだろうと。で、レミディアもないだろうと。パチェリはもっとない。で、永遠帝のサイドとかもっとない。で、ヨウムも絶対にない。まあアリスもないな。最初はね、俺もその3話とか、要は1話、2話かな、2話の段階では、本音言うと、ちょっとアリス疑った部分があったけど、3話を見て、あ、アリスは被害者の方だってなって、取り消しました。で、ある考察のサイト見たんですけど、フランいるんじゃねえな、フラン犯人なんじゃないって言うけど、いやー、ないだろうって思ったね。いくらね、その設定画で書かれたとしても、いや、フラン登場させてどう絡ますの、どう絡めていくのかなって逆に考えられなかったんで、まあフランはないだろうという感じでして、まあなんかやっぱりこう絞られ、なんか結構わかりやすく絞られるんじゃないかっていう感じでございましたね。こんな感じかな、とりあえず犯人像は。まあまとめると、まあ、僕がこの中で考える僕は、いぶきスイカがもう犯人で、協力者として、時間のいじくり担当、そして食料とか賽銭箱を持ち出した担当として、まあ、ゆかり、そしてまあ幻の宴会場を作らせたのが、まあ優子の能力によって作り出させたっていう、なんかこう役割的なもの、まああれか、いぶきスイカはじゃああれかな、あれかね、なんかな、客人を連れて行ったんじゃないかっていう説。何でかっていうと、主に3話からなんですけど、なんかこうやたら霧がね、ふわーって出てくるシーンがあるんですよ。で、まあアリスがその霧の発生とともにバタって倒れたりしてるシーンがあって、あとはあれかな、コウマカン、3話のコウマカンサイドで、なんかパチェリーと、サクヤがなんか会話してるシーンがあって、なんかピンポーンっていうアラームでなんかインターホンが鳴って、サクヤが出るっていう、その時だったかな、なんか霧みたいなのがふわーってきて、サクヤが倒れるみたいなシーンがあった気がするんだよね。なんかこう何かと人物が倒れたりするシーンに霧が出てきたりするんですね。まあさっき言った通り、いぶきスイカは能力をもう最大限に生かせたら、もう霧状にまでなれる。だからいぶきスイカはなんかこう客人となる人を、まあほぼなんか強引な手で連れてきてるんじゃないかっていう、まあ考えかな。もしくは
宴会のことを意識させたりする何かをしてるんじゃないかっていう役割を持ってこの無双華経の異変を起こしたんじゃないかっていう、まあ、僕なりの考察でございます。あ、いやだいぶ長くなってしまいました。まあ今回はここまでですかね。いやいよいよ残り5日と迫りました、東宝、無双華経4話、まあ DVD が届く頃は10月24日よりもちょっと先となってしまいますが、まあしっかりとねこの物語の結末を見て、もちろんね動画出します、レビューの動画ね。まあしっかりとねこの最後の、結末を見届けていきましょう。無双華経内の無双華経のね DVD、ぜひ買ってください。面白いです。では今回、無双華経4話のまあ、コット動画関連動画はここまでとなります。もしよかったら、これまで無双華経の1話とか1話から3話までをレビューした動画ありますので、もしよかったら、見てみてください。はい、今回の動画は、ここまでとなります。では次回の動画でまたお会いしましょう。ではさようなら。